日本埼玉県川越市上新河岸上新河岸は、埼玉県川越市の大技。旧入間郡上新河市村。郵便番号は350-1135。川越市の東南部に位置し、西部及び北部を、砂、南部及び新河岸側をまたいだ東側を下新河市と接している。東辺を新河岸側が流れている。新河市側に沿った定地にあたり、 住宅地として利用されている。中央部を埼玉県道336号、今福木の目線が南から西に張り地型に貫いている。川越線南古屋駅及び東武東上線、新河岸駅が徒歩圏内となる。南古屋駅には県道336号線が新河岸駅には下新河市地内で県道から西に分岐する丸広通りが最短経路となる。 地内にはかつて船問屋だった旧家も存在している。荒川、新菓子川の柏古くは、三好屋郷、千場省に属した。江戸時代以前は、寺尾村領であり、諏訪右馬助の居城跡のあったところだが荒廃し、江戸時代、商法から元禄の間に、再び開発された。柏商は法4年川越藩書代藩主、松平信綱の時に取り立てられた。 慶安元年の検知の際に記された水帳には、新河岸とのみ記されていたが、元禄6年の検知における水帳に初めて、上新菓子、下新菓子に分けて記載された。漢文2年に作られた、関地像の後輩に、沢田陣営門上がこの歌詞を開いた経緯を彫っている。ただし考察上は、上下新河岸共同のものが、下新菓子村の中央に設けられた。 南北50県、東西二丁に満たない小村だったと伝えられる。川越城付の村であり領主は代々川越藩主が、ついた。教法16年、川越後加賀問屋株公認の際のトン屋は6県、安永3年の株仲間結成時の件数は8件だった。また、安政6年には、戦数が22層を数えている。 明治時代に入って1889年4月1日の町村政志向に伴い、上新賀志村は下新賀志村、砂村、砂日田村、大木賀志村、寺尾村、藤間村と合併し、公海村の大技の一つとなった。1876年の人口は97人。新賀志川の水運は1931年に改修工事の終了を及び、 埼玉県からの通剪停指令の発令により廃止され、5カガンべてが廃止された。1955年4月1日、公開村は川越市に編入され、上新市は川越市の大技の一つとなった。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 地内に鉄道は引かれていない。東武東上線新河岸駅が最寄り駅になる。ありがとうございます。